友好賞は、地方公共団体や公益法人等が功労あるものに授与する坂江賞の一つ。愛国婦人会三等友好賞終戦前には、愛国婦人会にて一等友好賞から三等友好賞が定められており、功労ある婦人に送られていた。第二本部特会では、功労ある武道家に総裁から授与されていた。今日では、 観光庁が定める表彰基礎にはないが、大阪府堺市などで功労ある市民に贈られる、堺市有効賞があるほか、公益法人として、日本赤十字社の金色有効賞、銀色有効賞がある。また、公益社団法人日本水難救済会では、救難所員として功労ある者に授与する、名誉有効賞及び、特別有効賞、組織付者への表彰として、 会の事業に一定額を寄付した個人に対する有効賞を定めている。また、医療福祉分野においては、社団法人日本歯科会司会においても功労ある歯科会師に対して授与する有効賞を定めているほか、スポーツ団体においても、全国、地方組織においてそれぞれ有効賞を呼び類する、酒明が存在する。さらに、公益社団法人大日本農会は、 国内の農業において大きな功績を残した農事功績者に対する表彰として紫白樹有高賞、緑白樹有高賞、紅白樹有高賞の3種の有高賞を授与している。小さな新設運動では推薦を受けた者は審査の後代表からの表彰状と有高賞が送られる。表彰状は推薦を受けた回数だけもらえるが有高賞は1回のみとなる。 ありがとうございます。